おかしいな。今ぶつかって転んだと思ったのに。よそ見しててすまなかったな。連れを見失ってしまったな。でっけー。190以上はあるぞ。あれ、この人どこかで。あまり離れるなよ。本来なら母さんと一緒に留守番させるつもりだったんだが、お前がギャーギャー泣きわめいてダダこねるから仕方なしに連れてきたんだ。用事を済ませるまでおとなしくしてろ。分かったな。うん。向こうの亀見てくる。ふん。やれやれ。一つ尋ねたいんだが、この町で東方という姓の家を知らないか。この家を訪ねてこの町に来た。